ゆきは、日本の女子プロレスラー、僧侶、催眠療法士、キラキラ対応プロジェクト主催。堺東高等学校、上智短期大学、慶応義塾大学卒業。米国催眠療法協会認定ヒプノセラピスト、全国心理業、連合会認定プロフェッショナルカウンセラー、浄土宗教師の資格を持つ。高校までは、スポーツ経験は、 特になかったが、短大進学後にレスリングを始め、2年時の全日本学生選手権 72kg 級で3位。慶応義塾大学在籍時には、同大会で 67kg 級準優勝を残す。一方、学生プロレスにも進出した。プロレスデビューは2007年の伊藤道場にて、当時の本名で、緑線を勝利で飾るが、一線のみで一旦、プロレスから身を引く。 その後、レスリング部、慶応義塾大学学生プロレス研究会を経て、再デビューを果たす。大学卒業後の2010年、学生プロレス出身者を集め、事前活動を目的とする、お寺プロレスを設立。以来定期的に、自主興業を開いている。2011年5月22日、地下プロレスエグジット初参戦で、矢野啓太とシングルマッチ。 6月12日のスーパー FMW における石橋葵との対戦がきっかけとなり6月19日のレーナ後にてレーナ女子プロレス初参戦雫秋としては初めてとなる女子プロレスのリングも黒木千里に敗戦10月28日のスマッシュ22にてスマッシュ初参戦でディーバ女王カメとシングルマッチ同志めチキンウィングスリーパーで敗れたが 女王をとことん苦しめ、試合後に噂通りと絶賛。以降もスマッシュにレギュラー参戦。花名とはバトラーツ、解散工業でも再選している。スマッシュ解散後の2012年3月28日、アイスリボン初参戦。試合後、同団体への継続参戦を表明し、同団体のインターネット番組、19時女子プロレスにて開かれる。 第2回19億ロックガールズトーナメントへの出場も決定した。トーナメントでは決勝まで進むも、藤本司に敗れる。第3回にも続けて出場し決勝で、日田猫子を破り優勝。その後、第2回のトーナメントに優勝し、E は19王者となっていた藤本とタイトルマッチで再戦し、雪辱、初めてのタイトルを獲得した。その間、 海演隊土壌にも参戦している。2012年4月、全光寺大本願入寺ー,ジーへの寄付活動に対して、高塚佐受けがまだいかより感謝状をいただく。2012年12月3日、JWP 女子プロレス初参戦。2013年6月16日、長野市の全光寺大本願入寺ー,ジーへのチャリティを目的とした、キラキラ対応プロジェクトを旗揚げ。 2013年7月より、リングネームを、しずあ秋から、しずゆ雪に変える。2013年7月9日のキシンドウリターンズ 13VS 加盟戦が、新リングネーム最初の試合となった。2013年11月2日、麗な新木場大会で、ありたる特務、セウシスバケリータが持つ、麗な世界タッグ王座に挑戦。 ありるの腕ひしぎ逆十字固めがバケリータに決まり、タック王座獲得2014年9月15日、JWP 板橋大会で元同門、中森花子と初シングル。2015年2月14日、横須賀市総合体育館メインアリーナにて、およそ20年ぶりとなるプロレス工業を開催。監修600人を動員。2015年3月1日、 長与千草率いる女子プロレス団体、マーベラスに入団。2015年11月、公益社団法人日本フィランソロピー協会による、第18回街角フィランソロピスト賞、特別賞に選出される。2017年12月17日、マーベラスの長与代,代表より、前日の大会をもって、契約を解除したことが発表された。以降はフリーとして活動。 Just tap out には初参戦から、レギュラー参戦している。ありがとうございます。